左膝の靭帯を損傷し、2月13日の騎乗を最後に休養していた67歳レジェンドの的場文雄騎手イコール大井競馬所属イコールが、7月8日の大井競馬 3R で11番人気のブラウンリバティに騎乗し、約5ヶ月ぶりに実戦復帰した。レースはスタートを決めると道中は中段で足を溜める。直線で外に持ち出されると、力強いアクションで激励し、3着に追い上げてゴールに入った。引き上げてきた的場騎手は、息切れしたよ。やっぱり実戦は違うね。それでもキャンターまで行けば問題なかったし、また頑張りますよ、と、溢れる汗を拭いながら衰えない闘志を見せた。